じゃじゃーん、お久しぶりぶり。 YouTube だいぶ撮ってなかったので、今日は突然ですけど、最近デリバリーにあの何ですか？何ずっと横でなんかなんかやらないふりしてあ、やってくれるの、うん、あ、トイレ行ってきてください。いいかい、それいいから、そんな余分な情報になる。はい、じゃあドリキンさんが開封してくれるということなので、はい、はい、お手伝いありがとうございます。で、最近デリバリーにハマってまして、あ、行っちゃうんだ最近デリバリーにハマってまして、ついに生鮮食品、普通に家の野菜やら、そういう牛乳とかも、もうなんか重いから頼んじゃいってことで、ちょっと良さげなものをやってみました。頼んでみました。で、今、普通に届いて、で、アプリもすごい長えなって、はい、じゃあやりましょう。はい。じゃあ開けてください。テープがないのがいい。うん。はい。テープがなくて。で、はい。じゃじゃん。おー、来た！はい、1品目。ですね、これがね、ちっちゃいけど、200、あ、すごいいい。何が、目的っていうのが、そもそも、梅の時期だなと思って、で、ここに梅があったんですよ。で、この梅が欲しくて、買いました。2パック。2パック。重い。これをジャムにしたり、梅シロップなんか作ったり、ちょっとしたいなと思って、ドリキンさんそれ手伝ってくださいね。はい。はい。で、これが、そもそもこの光ファームがすごい気になって、わさびアルグラでしょ、うん、すごいわさびのこれなかなか手に入らないから、で、ここのとこにあったので、うん、光ファームズってなんかリンタロウおろしてるっぽかったから、はい、でそこから紐づいて、はい、でヨーグルト、え、冷えてる、大丈夫、それそれがですね、はい、ちゃんとおー、グッドエグス、うん、お、いいね、グッドエッグス最高だね。で、それ何？あ、それ春菊。あ、フレッシュ。で、アスパラ。お弁当入れようかなと思って。うん。明らかに。いいよね。いやー、じゃあもうここでいいわ。楽だわ。重いしなくていいわ。はい。で、これは、あ、パン粉。そう、なんかね、ここが、アクメじゃわかんないけど、パン粉、普通にオリジナルでパン粉作ってるって、言ってたので、書いてあったので、頼んでみたんですよ。よさげだね。袋に入ってるパン粉さ、なんかやばいの、こっちの。なんか、だから、ちょっと頼んでみた。うん、で、それがパン。パンなの？チーズパン。ガーリックローズマリーで。そう、なんか私が、ちょっと予想、期待している、もちもちチーズパンじゃん。私あれ好きなんだけど、それじゃないかなと思って、買ったパン。ちっちゃいけどね。うん。あ、いいんだよ、それで。そういう感じ。それ何？おー。来た？じゃん。お、来た！トメート。あ、いいじゃん。え、よくない？あそこで普段買うよりよくない？同じ感じだね。うん。うん。いいね。いいね。はい。という以上、あ、まだある？あ、そう、それね。なんかちょっとね、この間買ったやつが、でっかい青虫ついてて、私ちょっと卒倒しそうになったから、ちょっと。全捨ててたよ。あーと思って、ちょっとなんか怖かったから、こう袋のいい感じのやつちょっとに変更しようかなと思って、はい。以上でしょうか。はい。箱もいい感じです。ね。あとなんか、うん、多分住所とかも、うん、出ないように、いろいろ気使われてる。うん、おー、うん、名前も書いてなかったよね。うん、書いてない。イニシャルだけになってるし。うん、すごい。なんかすごい、セキュリティ的な。うんうん。で、2個、でかいアイスボックス入ってて。はい。ウィーより、コンポが全然違う。で、ウィーはね、野菜買えないと思った。ごぼうは買うけど、はい。はい、これはね、はい、野菜専用、野菜とか、生鮮食品用に、はい。床に置いてるのどうかと思うけど、まあ、いいとして、はい。そんな感じで、ドリキンさん。毎日掃除してくれてるから。そうだね。ルンバくんが。ルンバくんがね、はい、ルンバっていうか、ルンバね。はい。はい、じゃあ、ドリキンさん、ありがとうございました。まだ5分も経ってないけど、こっからじゃあ頑張ってまた撮ります。はい。はい、じゃじゃーん。梅買った、デリバリーで買った梅を、ネットで見たら1時間以上
もっとかな、なんかアク抜きを水につけてアク抜きをするって書いてあったので、うちにあるあれ全部のこの器を持ってきて、ちょっと買いすぎたかな、梅酒用とジャム用と梅ジュース用、梅シロップ、酒入ってないやつで作ろうと思って、でっかい器に4つも入れてんですけど、まあ、ちょっとドリキン手伝ってこのヘタ取んなきゃいけないから後でやりたいと思います。はい、ドリキンさん、はい、アップルパークから帰ってきてチョッパ屋でもう1時間後にバックスペースなどにヘタ取り手伝してしまいすいません。すごい、いつもカメラマンしてもらってますからだからもレロロロってなったけど最後してもらってロロロして、もらしてやってるので、うん、ありがとうございます。極めてきたよここの本当、うん、このここを、はい、ちっちゃいようにないように見えてほら、うん、いるんですよちゃんと。あ本当だ、でかいやつも、うん、下手がでかいやつもいるんだけど、うん、この意外となさそうに見えてほらすごい全部全部取れた。あと3個あるんですけど3個全部やっちゃっていいの？全部やって、だって全部使うからさ。1つはこの2つは梅酒にするんだけど、ジャムこんなにジャム作んないんだけど梅シロップ、うん、酒じゃないやつも作ろうと思ってとか、あとおかづけ塩昆布と一緒にするやつとか、あこれ塩昆布にしよう、塩昆布と混ぜるだけのとかしてる、思ってるので、うん、はい。何ででもできます。すっごい匂いが、いい匂いがするよね。ね、これいい梅でよかった。頑張って買った甲斐があった、うん。はい。じゃあちょっと私も参戦してやりたいと思います。はい。はい、次の工程として、ヘタを取った後に、はい、拭いてます。ちょっと二人がかりで、なんか、どういうふうにきれいに拭いていいのかわかんないですけど、拭いて、乾燥させなきゃいけない、でもかなり水気を取れる、うん、瓶の中にそのレクチャーが書いてあって、うん、今それを読みながらやるっていうね、ありがたい。これによると水気を取ると書いてあるので、水気を取ってもうそのままダイレクトに入れてますじゃあちょっとドリキンさんよろしくお願いします。この2枚で、うん、コスコスやんない方がいいのかもしれないそっとって書いてあったからどっかに本当、うん、どうしてもさ、うん、早くやりたいね、一個一個丁寧にって書いてあったよまあいいや、その効率の悪さはちょっと受け入れられないね。まあ相当綺麗にいってるよ。そうだね、うん、とりあえず水なんかね、ヘタのとこ取ったくぼみのところに水が溜まりやすいので気をつけてくださいって YouTube でやってた。へ、うん、そんな水にあれなんだねえ、なんかね言ってた、水気があると、うん、なんか痛みやすいかなんか忘れたけど、うん、って書いてあったよ。痛みやすいんだって。そうなんだ、痛み、うん、ちょっと違うかもしれないけど、うん、水気があるとちょっと良くないみたいな、うん、味とかじゃなくて、うん、やばい、長期保存するわけじゃない、なんかそれのためのなんか、だってね酒に使えちゃうと一緒に見えるけど、アルコールじゃん、うん、あ分かった、梅酒、それ梅酒じゃないからかもな、うちの母親なんか適当だった気がする酒入れちゃえばそうだもんね、思わないけどね、うん、でもそこにも書いてあるでしょ、水気を取ってって、うん、そうですね、うん、丁寧に拭き水気を取りますって、でしょ、うん、はい、これちょっと気が遠くなんな、実は私の方にもこんなにあって奥にもあるので、じゃあこれをどんどん水気を取ってこの中に入れたいと思います。入れちゃえばもういいんだよ。なんか砂糖と交互にやるって書いてあるよ。そうなの、でもまだ全然でしょ、もう入れちゃおうか、じゃあ砂糖、うん、ね、これ入れて、砂糖と交互なのよ。うん。もう一緒に、黒砂糖もあるから入れてください。え、でも量とかいいの？大体でいいよ。本当？でもそれ1キロって分かるから大体分かんじゃん。え、
で 黒砂糖入れてね。黒砂糖がベースなのよ、私。黒砂糖ないよ。え、ここにある。この、このヤンバル島に、を入れてほしいです。それだけじゃ足りないから、氷砂糖買ったわけで。はい。じゃあ、はい。じゃあ、お願いします。あ、ここに入れて。はい。いいのかな？でもなんか、酵母っていうか、もう結構入っちゃってるけど。いいんで、いいんで、いいんで。大体。全部入れちゃうよ。うん、入れて。いいかもね。うん、そこは別に振らなくても、まんべんなくなんかね、交互に入れたいなっていう。ああ、そうだね、足りないかもね。それで氷砂糖、あ、ヤンバル島がまだいっぱいあります。じゃあヤンバル島は、ヤンバル島を入れて、はい、うん、で氷砂糖もう足りなくなったら入れればいいから。傷がないやつを選んで入れてます。あ、お願いします。はい、はい、じゃあ続けます。お願いします。じゃあ私もちょっと拭くことに徹します、うん、じゃあよろしくお願いします。じゃじゃん。では氷砂糖と黒糖を混ぜて、結構ちょっと多いんじゃないかなって思うんですけど、ね、これで、まあ。ちょっと1回目。はい。やってみますか。お願いします。いい？いいです。おー。どうなってんの？でもいい感じかもよ。ほんと？おー。うわー、ぴったりかも。ほんと？今日2本だから。うん。あふれんじゃない、でも。うん、いや、ギリギリぴったりだ、ほんとに。それ全部入れない方がいいんじゃない？それでいいよ、もう。それでいい。それでいいよ。それでいいっつーの、もう。いや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 、ほら。いやいやいや、それいっぱい入れ、それでいいんじゃない？ほんとは、足んないけど、うん。入れれるけどね。ほんと？うん。じゃあ入れてみ。なんかだって、果実酒も出てくるから、パンパンにあふれちゃうよ。あ、もういい。いや、ほら、これだけでも。じゃあいいよ、いい。ちょっと、間違ってるかも。どうしよう、これ。いや、いいと思うけどね。入れちゃっていい気がするけどね。いやー、やめとこう。抜けばいいんだよ。ほんと？いやいやいや。だって、いやー、難しいね、これね。判別つきません。まあいいや。梅自体も多い気がするし。梅が多いね。でしょ、うん、梅が多いのよ。梅が多いから、ちょっと梅取る？どうなんだろう。いいんじゃない？うん。うん。これで今年を見よう。これは梅多いよ。いろいろ多いよ。でしょ、うん、って言ってんじゃん。どうなんだろう、これ溢れんの？いやいや、そんなことないでしょ。味が薄まるってこと？美味しくないってこと？わかんない。作ったことないから。だよね、困った。これ入れちゃっていいけど。いやいや、入れないで、入れないで、だって溢れちゃうから。はい、はい、じゃあそれで、はい、ね、昨日ドリキンにもちょっと手伝ってもらってつけられました。でこれ1個じゃ全然収まりきれず、これともう1個同じ瓶と、あともう、ちっちゃいやつ2個。なんか小分けにして、全部入れ込みました。はい。で、今日これ、翌朝なんですけど、まだこっちが溶けてない。で、これ黒糖入れたので、色が黒々しいんですけど、ちょっと、お砂糖入れすぎ、お砂糖入れすぎかなって思ってるんですけどね。まあ、ちょっと、わかりません。3ヶ月？あの後ちょっとね、母親に、ちょっとチャット、ビデオチャットして、様子見ながら、どのぐらいがいいかっていう
なんか母親は結構適当なんで、あ、いいんじゃない、いいんじゃないしか言わなかったんで、ちょっと不安なんですけど、これでちょっとしばらく、3ヶ月以上待ちたいと思います。はい、以上です。